おお、なかなか衝撃的な内容が飛び出してきましたね。こんなことこのタイミングで語ってしまっていいのか、3まだ出てねえよと思ったんだけど、どうなんでしょうか。今回ですね、取り上げていきたい内容としましては、スクエニ FF7 リメイクは第3弾で完結するが、その後も続けていきたいと、そういった意向をですね、こちら示しておりまして、まあ、ぜひね、これを見た感想ですね、皆さんコメント欄で書いていただけると非常に嬉しいんですが、いかがでしょうか。で、こちら元ネタとなっておりまして、海外の記事となっていますね。はい。海外のメディアからのインタビュー記事でこちら語られておりまして、まあ、なかなか衝撃的な内容ではあるのかなと思いました。で、そちらですね、日本語直訳されたものが、こちらとなっていて、で、今からですね、こちら見ていきましょう。で、もちろん日本語直訳されておりますので、若干日本語がおかしいところがございますが、そこのところはですね、ご了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんなところでこちら見ていきたいんですが、まず長年ファイナルファンタジーシリーズのプロデューサーを担っている北瀬さん、こちらがリメイク3作目が終了した後もセブンの継続を望んでいることを明かした。つい最近出版されたアルティマニアにおいて、まあ、こちら4月12日に、発売となりました。で、彼は第3部が発売された後もこの世界が続いてくれることを願っていると述べていると、最も年齢的な部分を考慮すると、次のリメイクが最終作が自身が最後に関わる FF になるとも語っており、現在はやり残しを残さず悔いなく良い形でこのシリーズを完結させることに全力を注いでいるとも話していた。またアルティマニアは他にも興味深い情報が掲載されているようで、このゲームの最後の戦いや結末がどういったものになるのか、特定の人物に待ち受けている運命などについて関係者が以下のように説明している。これによれば、まずゲームの最終決戦について野村さんは、なぜセフィロスが複数の世界を行き来できるのかが明かされ、クラウドやザックスや他の仲間たちが異なる世界から共通の敵に戦いを挑む形になると明かしている。そしてエアリスがなぜリバースでああいう結末を迎えたのかについては、多くの人があの場で彼女が死ぬことを望んでいないと判断した結果だと言及。その上でクラウドに見られた一種のフラッシュバックは、現実に起きたことを受け入れられない彼の心が招いたものだと言い表していた。この点から判断すると、完結作は主人公の精神状態が大きな役割を果たす可能性が高そうである。ただし、この書籍においてイアリス実際に死んだのか生きているのかについては一切言及されていないので、まあ、そこには注意すべきであろうと、まあ、そういったことが書かれております。まあ、このことからですね、まあ、いろいろ突っ込みどころは満載ではあるものの、まあ、そもそもこれってどういうことを指しているのかっていったところですよね。まあ、今のところは公式曰く、この FF7 リメイクシリーズは AC につながっていくと、まあ、そういったことが明確に明言されておりましたが、それとは別にその後も続けていきたいって、なんか FF7 をね、今後も続けていくっていう発想がよくわからず、これってあくまでリメイク作品となっていて、まあ、もともとあるもの、まあ、要するにオリジナル版であったりとか原作が存在するものであって、なんかストーリーもね、明確に変えられるかっていうと、まあ、そういうわけでもないと思うので、なんかそもそも難しいと思うんですよね。根本的な話として。まあ、これ何を指しているのかっていったところですよね。まあ、例えば、FF7 の前の話のクライシスコアとか、まあ、その後は話の AC とか、まあ、いろいろあるわけなんですが、それに付随する、何か、トピックス、外伝かな、まあ、ないしはパラレルワールドみたいな感じで、異世界みたいなものをね、ゲームとして作っていくのか分かりませんが、まあ、今後もこのセブン周りの内容ですかね、こちらを、作っていきたいと、まあ、そうおっしゃっているのかなと思いましたね。まあ、全くその通りなのかなと思いましたが、いやーけど、まあ、ファンからすると嬉しい反面、これってどういうことって思うかもしれませんね。だってリメイク終わってんのに、セブンの継続でどういうことみたいな、率直にそう思いますよね。謎だなみたいな感じでしょうか。完結後はオリジナル展開するってこと、 FF7 リメイク4が出るのか、熱いな、どういうことやねんっていう。いやーけど、なんかパラレルワールドとか、原作オリジナル版とはちょっと異なったストーリーとか、ね、トップが変わると意向も変わるわけなので、なんかここら辺でもテコ入れ入る可能性も、あるのかなとは思いましたね。はい。まあ、果たしてどうなんでしょうか。
FF7 なんとかってスマホやら何やらで結構出ているのでは。いやどうなんだろうか。へ、草。エンディングで描かれた500年後の世界を舞台にして作ってくれ。自然に飲み込まれたミッドガルドが探索したい。あ、これは普通にありえるかもしんないね。ただこれ500年後っていうことは一応 FF7 の世界ではあるけど、ただ例えば現存する人物たちティファとか、クラウドとかももちろん生きてないわけだからね。500年後っても全く別世界な感じがするんだけど、どうなんでしょうか。いやまあ別にいいんだけどさ。ナナキ以外のキャラが全部退場してたらもう実新作作って新作ってことで FF17 にしていけそう。あーけどありえそうだね。なんか17の内容はそれこそ FF7 の後の世界みたいな。あーけどなんかそういったロジックだったらすげー面白そうではあるよね。まあ普通に売れそうでもあるしさね。個人的にもそれいいんじゃないかなと思いましたけど、どうでしょうか。 FF7-2 出していくってことだろう。やるのが20年遅いけど、いや別に出してもいいと思うけどさ、なんか根本的にずれてる感じがするけどね、その回答っていうのが。うん、どうなんだろうか。いやーけど完結編出るのはいいけどさ、確かにもう高齢化がすごいから、監督とかプロデューサーとか、まあ、ディレクターとかも含めて、まあ、そういった管理監督者系がね全て総入れ替えになってしまうでしょうね。発売前に言ってたな、リバースで DLC は出さないけど3作終わった後に出すようなことをつか、スマホのエヴァークライシスの、つか、スマホのエヴァークライシスのが完結するの遅いやろ。ああ、なるほどね。エヴァークライシスか。まあ、あれもね、よくわからないんだよな。ね。完結するのが遅いやろか。まあ、確かに。こっそり次回作のネタバレしてんじゃん。最終決戦について野村さんは、他の仲間たちが異なる世界から共通の敵に戦いを挑む形になる。つまり真のラスボスに異世界のエアリスやセフィロスを召集して共闘のラストバトルってことかと。いやけどまあありえるっちゃありえるけど、まあさすがにないんじゃないかな。なんかここまでさ、結局 FF7 の原作のストーリーを踏襲していて、でそれに対してね、結局っていうところが強いので、まあさすがにないと思うんですよね。まあどうなんでしょうか、なんとも言えませんけど、まあそんなところで今日の動画一旦終わりましょうか。 FF7 リメイクは第3弾で完結するけど、ただその先に、未来が広がっているっていったことが、公式から、言及されておりましたので、今回は取り上げさせていただきましたが、ただ外伝扱いになるのか本編扱いになるのか、それともセブン2みたいな位置づけになるのか全く分かりませんが、どの線とってもね非常に有用性が高いかと思いましたので、楽しみにしておきましょう。ということで一旦動画終わりましょうか。皆様お疲れ様でした。次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。